どうも、皆さん、こんにちは。チャックパスです。本日はですね、ヨーロッパのね、旅行の際にですね、もしね、キャンセルとか、欠航とかね、そういったことになった時にですね、EU261 法っていうのをですね、利用するとですね、なんと、保証が受けられるっていう風になりますんで、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、私もですね、全然知らなかったんですけども、e、EU261 法っていうのはですね、先日ね、i t t e r の方で話題になりまして、ちょっとね、調べてみたらですね、ルフトハンザ航空のね、公式サイトにも記載がありまして、こちらね、e、EU のね、261、まあこれ EU の法律なんですけども、e、EU の法律でですね、航空機の遅延とかキャンセルとかね、 オーバーブッキングとか、まあそういった、まあ航空機のね、トラブルになった時にですね、まあその費用だったり、飲食代とかね、ホテル代とか、まあそういったものをですね、保証してくれるね、法律っていう風になりますんで、私のね、動画のチャンネル見ている方はですね、知っておいてね、そうはないかな、なんていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、まずね、この EU261 法っていうのはですね、これいつからあったんだっていう話なんですけども、こちらですね、2005年の2月の17日に発行されたね、法律っていうふうになっておりまして、EU 内のフライトに対してフライトの結構大幅な遅延搭乗拒否があった場合に、その費用を運航する航空会社が責任を負うものっていうふうになってるんですよね。 こちらは1999年頃にですね、この競争の激化による輸送量のね、増加とともに身近になったね、航空輸送に対する旅客へのね、強い不満がね、背景にあるようで、まあ、の権利をね、守ろうみたいなね、まあ、そういったものでですね、2005年の2月の17日にですね、発行されて、まあ、このようなね、法律ができたっていった形になるんですよね。 まあ、こういったね、背景があるね、e、EU261 法なんですけども、こちらね、ヨーロッパ内の飛行機のえちゃえ遅延キャンセルですね、あと欠航とか、まあそういった場合にですね、最大600リューロのですね、保証が受けることができるっていった形になるんですよね。まあ最大600リューロなんでかなり大きいですよね。で、こちらの EU261 法が使える範囲なんですけども、 ルフトハンザ航空のね、公式サイトに書いてありますんで、気になる方はね、あの、公式サイト貼っておきますんでね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。まあ、知ってる方も多いと思うんですけども、このルフトハンザ航空っていうのは、非常にね、ストライキで結構になることが多いんですよね。ですので、まあ、あの、私はね、昨年世界一周行った時にね、特に遅延なかったですけども、まあ、 大幅なストライキもね、よく行いますんで、このルフトハンザ航空ってのはね、結構要注意だったりするんですけども、このね、EU261 法が使える範囲ですね。EU 加盟国を出発する定期便、または EU 加盟国の航空会社を利用して、第三国を出発し、EU 加盟国に乗り入れている定期便の旅客であること。 ただし、旅客が当該第三国でいかなる保証、金銭等の支援を受け取ってないっていう風になります。またね、当該フライトの予約がね、確定済みである場合であったり、欠航を除き、旅客が所定の時刻に所定の時刻がない場合は、予告された出発の遅くとも45分前までに、 登場手続きにね、現れていることが条件っていった形になります。またね、工事運賃を支払って、登場の必要があるっていうふうになりますんで、まあ、特典航空券であったりですね、こういった場合はですね、こちらね、適用にならないっていうふうになるわけなんですけども、まあ、普通にね、航空券を購入して利用された場合でですね、キャンセルとかね、遅延とかがなった場合には、こちらね、利用することができるっていった形になります。で、こちらね、 ルフトハンザ航空のね、公式サイトには書いてないんですけども、こちらね、いろいろ調べておくとですね、一応申請は半年以内じゃないとダメだって書いてあるところもね、まあありますので、もしね、この動画を見て今後ね、この EU261 法で保証をね、申請する場合はですね、まあできるだけね、早くね、申請していただくのがね、いいのではないのかなと思います。 で、適用条件をですね、えー、話していきたいなと思うんですけれども、遅延の場合の適用条件は、3500キロ以上のフライトでは、出発の4時間以上の遅延。150、1キロ以上、3500キロ以内の場合は、3時間以上の遅延。1500キロ以下のフライトの場合は、2時間以上の遅延で、 適用ね、されるっていう風になっておりまして、遅延の場合の保証内容は、待ち時間の飲食代、必要に応じてホテル代、また、プラス交通費ですね。また短時間のファックスの送信、E メールの送信、通信手段2回までの利用の費用ですね。こちらを保証していただけるっていう形になります。またね、5時間を、えー、超える 遅延が発生した場合は、登場してない旅客7日以内の払い戻し、5時間を超える遅延のため、目的が果たせない場合も払い戻し、さらに可能な限り出発地への戻ることのできるフライトの手配もですね、こちらね。 保証していいたただけるっ,てった形になりますで次にオーバーブッキングですね予約超過された場合で搭乗拒否された場合ですねえ先ほどのね遅延にあるようなサポートはねもちろん受けられるわけなんですけども代替便が提供され可能な限り出発するフライトが提供されます。 こちらは希望に応じて空席などを考慮して後日のフライトのね、え振り替えも可能っていった形になります。これね、後日にしちゃうと、その場合の飲食代とか宿泊自体は、宿泊代は自己負担っていった形になります。で、普通にね、登場拒否をされた場合ですね、任意不委任に変わらず、代外便または払い戻しを受けることができますということで、こちらがですね、1500キロ以下だった場合は、250ユーロ、1501キロ以上 3500の間で、あれば400 3500 600ユユーーロキロロキ以上の場合は600ユーロっていった形になりますでまたですね、欠航になった場合ですね、予約確定済みのフライトが欠航になった場合も、同様で、代外便、サポート、払い戻しなどの保証がね、受けられるっていった形になるんですよね。またね、予約してたクラスからダウングレードされた場合も、こちらね、保証が受けられるっていうふうになりますんで、 ですので、まあ、ビジネスクラスを予約してたら、エコノミークラスにダウングレードされちゃったみたいな時も、1500キロ以下であれば30%、1500キロ以上、3500キロ以内の場合は50%、3500キロ以上の場合は75%ということで、こちらもね、返金が受けられるって言った形になるんですよね。 まあこういった感じでね、いろいろ保証があるわけなんですけども、次に挙げる場合は対象外ということで、出発の14日以上前に欠航が通知された場合、また出発の14日前から7日までに欠航が通知され、新しい出発時刻が出発時刻の2時間以上前でない場合、また新しい到着時刻で当初予定された到着時刻から4時間を超える遅延とならない場合、 出発地の7日以内に欠航が通知され、新しい出発地の当初の出発時刻の1時間以上前でない、また新しい到着時刻が当初予定された到着時刻から2時間を超える遅延とならない場合ということで、まあ、かなりね、複雑になっておりますけれども、まあ、ここはね、細かく覚える必要はね、まあ、ないかな、なんていうふうに思うんですけれども、遅延登場拒否とかね、 えまあ、そういった場合はですね、この EU261 法がですね、まあ適用できないか、最大ね、600ユーロね、戻ってくるっていうふうになりますんで、こちらね、もしなんかヨーロッパ内であった場合はですね、ぜひね、利用していただければな、なんていうふうに思うんですよね。私はね、2022年、世界一周でヨーロッパ内行きましたけども、あの、飛行機のね、遅延とか、そういうのはですね、なかったんですよね。まあ、 あっても本当に30分、15分とかね、まあありましたけども、なんか大幅にめちゃくちゃ遅れるみたいなね、まあそういったことはね、なかったんですよね。で、私はヒースロー空港の、えー、セキュリティチェックのね、長蛇の列には、まああの、らったんですけども、3時間半ぐらいね、並んだんですけども、まああれはね、航空会社ていうかフライトじゃないんですよね。フライトは普通に飛んだんで、まあ一応ね、あのお客さん待ってた関係もあったんで、まあ1時間以上、1時間ぐらいかな、遅れたと思うんですけども、まあ特にですね、 ね飛行機の遅延じゃなくて空港のセキュリティチェックのね人手不足でまあそういった感じのねあの状況になりましたんでまあ 私はね、そういったことはなかったんですけども、あの、ヨーロッパ内ね、特にリフトハンザ航空のね、ストライキとか結構ね、あの、海外のブログとかでもね、取り上げられるぐらいね、まあ多いっていうふうになりますんで、まあこちらのね、EU261 法ね、まあ知っといて損い、そうはないかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、頭の片隅にですね、覚えておいてね、いただければなと思います。 では次にですね、これね、じゃあどうやって申請するんだっていう話なんですけども、こちらですね、ルフトハンザ航空のね、公式サイトに、えー、こちらね、えー、記載があるんですけども、こちらですね、EU261 プラス航空会社でね、検索していただくと、いろんな航空会社ね、あの、見れるようになっておりますので、まあそちらでね、あの、見ていただくのがね、いいのではないのかなと思います。一応ですね、調べてみると、エアヘルプっていうね、この EU261 法の、あの、 代理申請を、ね、行っていいるる会社も一応、ね、あるみたいなんですよねでこちらね手数料が10%取られてしまうわけなんですけどもまあ自分が、ね、あの被害を被ってこちらは申請できるか申請できないかね、まあ、即判断でねやってくれるっていうふうになりますんで、まあ、こちらのサイトもですね概要欄に載せておきますんでちょっとね英語で使いづらい部分はあるかもしれないんですけども、まあ、Google 翻訳とかね見ていただければ、まあ、そんなに、ね、難しくないかななんていうふうに思うのと、まあ、10%は取られ されてしまいますんで、600ユーロ振り込まれたら多分60ユーロぐらいねあの取られちゃうと思うんですけども、全部で自分でやるのも大変でしょうし、まあ基本的にね航空会社ってなんか連絡してあの連絡返ってくるのってめちゃくちゃ遅いと思うんで、まああの手間をね考えるとまあこちら使ってもねいいのではないのかなと思います。まあ私が実際にね申請したことはないんで、まあ申請してねどのぐらい 申請が通って通らないとかね、それにどのぐらい時間かかるかっていうのは正直わからないわけなんですけども、まあ、今後ね、あの、こういったことがね、あった場合には、ぜひね、利用していただければなと思います。ということで、今回ですね、EU261 法のね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、ちょっとね、内容はね、難しいので、全部が全部ね、覚えなくていいと思いますので、まあ、ひとまずね、EU 内で、まあ、こういったことがあったらですね、エアヘルクのサイトでチェックして、 あの、対象かどうかね、あの、見ていただく。まあ、それだけでね、まあ、とりあえずはいいんじゃないかな、なんていう風に思いますので、知らなかった方はですね、ぜひね、利用してみていただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいな、と思います。この動画が役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローをチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。